室戸阿南海岸国定公園指定50周年記念フォーラムが2月22日阿南市市民会館で開かれました。これは去年6月1日のオープニングイベントを皮切りとして保全と体感をテーマに行われてきた海岸線クリーンアップや全国どんぶりサミットなど様々な記念行事のフィナーレを飾るものです。はじめに自然保護を訴える優れたポスターを描いた阿南市立中之島小学校の二木奈々子さんら8人の小中学生に表彰状が贈られました。受賞作品には県南の美しい色彩があふれています。65年間にわたってウミガメの観察調査を行ってきた美波町の近藤康夫さんら自然環境保護に功労があった方々も表彰されました。いつまでもですね、我々人間の手で、この美しさとか自然の良さを守り続けていかないかんだという気持ちがいっぱいです。続いてタレントで東京海洋大学客員准教授のさかなクンが登場しました。去年訪れた美波町イザリの海で出会った魚たちの絵を描き、子どもたちにクイズを出題、会場を大いに盛り上げました。四国の右下 PR 大使の源澄香さんらのトークセッションも行われ、県南の自然や恵みを守り継承していく方策などについて意見が交わされました。フィナーレを飾ったのは阿南の市民劇団夢作りです。震災被害を受けた気仙沼の子どもたちとの共演で得た自然を愛する気持ちを会場に訴えかけました。あれから3年が過ぎ、気仙沼の海は今では何事もなかったかのように以前と同じように美しく、人々にいろんなものを送り続けてくれているのです。だから海に山に自然に感謝を忘れてはいけないのです。次の50年を見据えまして、これまでと同様地域の人たちとともにですね、この素晴らしい自然環境を保全するとともに、さらに一層新しい魅力づくりに努めてまいりたいと思っております。50周年という節目は次の50年へのスタートラインでもあります。魅力あふれる県南の自然と恵みを大切に未来に引き継いでいきたいですね。